あれや、卓球続きなんだけど、自殺者の増加防止策ってことなんだけども、自殺者が年々20代30代が多いらしいんだけども、まあ、その防止策として今俺はこうやってやってるんだけども、いろんなところで防止策をしてもらいたい。それでインターネットで調べてもらえば分かるんだけども、命の電話ってのがあるから、そこに電話してもらいたい。それは本当に真面目に言っとくけど、命の電話っていうのが全国各地にあるから、それに電話してもらって話を聞いてもらうのが一番いいのかもしれないな。まあサラリーマンでも若い人たちでもいろんな人がいると思うんだけども、ね、うん、だから強く生きてもらったから、うん、そこで逃げずに、ちゃんとそういう場所が、そういう電話のところがあるから、ちゃんとそこで相談してみてもらいたいな。それでね、日本の未来は良くなる、これは自分勝手かもしれないけど、未来は良くなるって信じてればみんな良くなると思うんだ、ね、今政府がどうにかしてるかもしれないけど絶対良くなるよ、うん、いろんなみんなの幸せをこうバーンってドカッとやれば絶対幸せになると思うんだよな。それでね、今こそ若者の時代に、これね、今こそ若者、今ニートとかいろんな、まあ急増してるな、だいたいフリーターとかさ、大卒上がりでもやっぱり仕事が長続きしないとか、まあ俺も含めてなんだけども、今こそ若者の時代になってくるんじゃないかなと俺は思うんだよな、うん、今こそ若者の時代、頑張っていこうよね。だからこんなこうしたぜな、ぐったりじゃなくて、行くぞ、情熱だ、燃え尽きるような情熱だ、行くぞみたいな気持ちがあった方がいいと思うぜ。 OK、 よろしく若者な。そうだな、何から惑わされるな、いろんなことに惑わされない方がいいな。っていうのは、まあ俺に惑わされることもないんだけども、要するにいろんな各いろんな、情報やら何やらっていろいろたやすいものが多い中、こんな世の中だからあまり惑わされない方がいいな、うん、そういうことがやっぱり惑わされちゃうと、そうそう、あんまりそうそうよくはないな、うん。で、幸せになる本紹介ってことなんだけども、これは俺のピックアップなんだ、個人的な。まず本、こう考えると人生は変わるよっていう本なんだけども、これパラパラって含めてだいたい1100円で売ってるんだな。まあちょっと今たやすく売ってるんだけども、これは結構読み応えがあるよ。それでさっき言ったように矢沢永吉さんの Are You Happy、 今単行本で500円ぐらいで売ってるんじゃないか、中古ぐらいで、うん、だからこれ一冊ちょっと買ってみたらいいと、うん、実際に迷った人はこれを買ってみるといいんだな。それでね、まあ、講演会、まあ、第1回ファットマン講義会、2回に続けてやってるんだけども、まあ、テーマ格差で、まあ、まとめということでね、まあ俺が言うのも変だけど、まあ、元気出そうよっていうことだな、うん。それでまあそんな、まあ金の心配もいろいろあるだろうし、まあ子供の心配だろうし、妻の心配もあるだろうし、いろんなことも悩みがあるだろうし、だけど迷いっていうのはね、一つのチャンスだと思うんだよな。いろんな人にもびっくりのチャンスあると思うんだ、うん。だからね、頑張ってもらいたいと思ってるんだけども、まあファットマンもこうやってこうして元気でいられる、まあこうやって見てくれるユーザーの人がいるってことは素晴らしいことだな。ってことでね、今回は日本一の叫びとしてまとめ、ポイーチポイーチ、日本人よ元気出して頑張っていこう、頑張れ頑張れ、日本一日本一日本一、今日はファットマン講義会、日本一日本一日本一、ファットマン講義会日本一。ってことでね、今日はこのぐらいでいいかな。はいはい、君誰だ、なんだ、ファットマンさん、僕が今映してるんですけどね、ファットマン相談室っていうのもありますよね、うん、やったな、あれは結局相談者の意見を聞くってことなんですか。聞いてんだけど、まあ俺がまあ未熟なもんだからなかなか相談には乗れないところもあるんだよな。あ、そうなんですか。解決策になってないことも言ってるだろうな。そうですか。たまにはいいこと言ってるだろうけど、ちょっとふざけ半分もあるから、はい、とりあえず